こんにちは、サトチンです。今回来たのはこちら、秋葉原ガチャガチャショップですね。ということで、特別な許可を得たので潜入していきましょう。めっちゃガチャポンありますね。これ見てください。12月下旬まだないですよね。なかったですよね。PPAP でも PPAP ネタ最後って言ってたんですけどね。やっぱ犬っていいよね。猫もいいけど犬超可愛い。みんなどっち派ですか？犬か猫？犬か猫派。でこれ一時期コンプしてました。完熟バナナインコ、完熟バナナウォームとかなかったな。やっぱトリピッピはいいですよね。トリピッピってなんですか？トリピッピ知んないんですよ。島次郎の鳥のキャラクターですよ。あ、知らないですよ。今日はいろいろなガチャをやってみます。意外とちっちゃいですね。確かに。へえ。ちゃんと黄色いんですね。これ合わせたのかな。ポム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 プリンカラーに。これはなんだ、ホットケーキだ。硬い。触ってみてください。超高反発。超高反発ですね。ということでこちらがポムポムプリンの高反発スクイーズでした。これがもちもちパンダ。これの豆バージョンとか持ってましたね。さて、おお、かわいいでございます。でこれが豆みたく出てくるのかな。うわほら、なんかなんだろうね、エイリアン見たくない？うわ、あ、でもかわいい。おすすめです。もちもちパンダのストラップ、これデルゾ系のストラップスクイーズ。これ見てください。宇宙がひろしコーヒーカップ探検隊。おいしくなあれ。こんな名言あるんですね。多分詳しい方は知ってるのかな。そうですね、なんかの番組かなんかで。僕は個人的に好きなアムロ行きたいと思います。狙うのはゲルググのタケもいいけどギャンもいいな。アムロ初代ガンダムの行きましょう。あ、クロームメッキ、これもいいな。クロームメッキ行きます。アムロ行きます。まあいいでしょう。ギャンも個人的には好きなんだ。あ、でも全部良かったな。陸戦型ガンダムとか、あ、これもあるじゃないですか。ありますね。でこっちもこれ容器下で取ったやつですね。よいしょ。あ、あ、危ない危ない。さあ、大福餅スクイーズです。ピンク、すげえ、ちゃんと粉々してますよ。うわ、これ触ったことあります？ないです。すきます。ちょっと触ってみてください。なんか今までに、うわ、めっちゃ飲んでる。どうぞ。あ、すげえ。なんなんこれ。なんでしょうね、今までにないよ。ない。なんかフローラルな香りしますよね。しますね。なんだろう、なんだろう。これはね、今まで一番インパクトあるスクイーズです。はい、一番好きなナスのスクイーズに近いんですけれども、それよりも衝撃的ですね。でも一番手触りがいいのはやっぱりナスのスクイーズです。ナンバーワン、ナススクイーズです。やばい、これはね、本当に一番ナスいいと思う。というわけでガチャガチャショップでやったガチャポン紹介でした。ぜひね、皆さんも来てやってみたいかがでしょうか。かなりね、最新のガチャポンとか話題のガチャポンがあるので楽しいです。ちょっと年末なので招き猫やっていきましょう。これがいいかな。それか黒猫、黒猫いいですよね。黒猫いいです。4枚必要です。猫ちゃん4枚、さすがカプセルミュージアム。運試し確率は5分の1。パカリザン。どうですか、黒猫引きましたよ。よし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 。これでラッキー黒猫ですね。匂いはない。